こんにちはモレックシンテズ今日はラモトリジンを合成しますね転換のお薬だそうなんですよえっ、ー、とね上の部分の骨格はこのトリアジンで作りますねであと、まあ、窒素の部分はヒドラジンでこういうふうにくっつける形で、まあ、ここの窒素とここの窒素は消去します まず上の部分を作ると、まあ、ここの窒素消去するんで H プラスの消去して、こうですね。でね、ここの炭素は水素1個取らないといけないんですけど、ここの二重結合を外さないといけないんですよね。だから1回水素を足してから2回水素を取るという、えっ、ー、とね、ちょっと手間をかけないといけないんですよ。 で、あと、2番は、ここのね、炭素はあの消去しますね。邪魔な炭素なんで、消去して。で、あと、ここの窒素はね、左に1個持ってこようと思うんですよ。ここの窒素にするん,するんですね。だから、3番も、まあ、3回窒素を足して、っていう感じかな。 あと、えー、っとね、ここの、窒素は消さないといけないんで、H プラスの消去してと。こうですね。あで、2番で、5サイクル目で、窒素をこっちの手前に引っ張ると。で、ここの炭素は、あ、そうそうそう。1個、水素を取らないといけないですよね。 でねえーとね、3番、まあ、ここの窒素を1回分離した後はここの窒素になるんで水素を取っていかないといけないですよねだから3番で足して足した後にさらにこう引いていくとだと最後、まあ、こことここのここの炭素とここの窒素から水素1個ずつ取らないといけないんで2番と3番で6サイクル目にこうやって こうですねこれで上の部分の形がこういう形ができてますよねであとはこの下の部分ね下の部分は、えっとね、トルエンを骨格で作るとこういう形でこ,こういうふうにね持ってくるんで,であとクロ,ラクロールの部分は塩化チオニルから作るしかないんですよねこうかな うん、こういう感じで置いてえっとねまず、まあ、6番でここのクロールに H プラス足したときに H 足してこうやって足すとここの,あの余計なやつが分離できるんで5番で1サイクル目でもう消去しますねこういうふうにで2サイクル目で ここの水素をシャンとしてそしたら2サイクル目でここの邪魔なやつがまた5番で消去できるんでこうとであとここの炭素からは水素を取らないといけないんで炭素で左に移動してここの塩素からも水素を左に移動して 水素素を消去ししてここで塩素が1個くっつきましたよねあと6番で右に6番も右に移動して水素を炭素からベンゼン管のここの炭素から水素を取って左に戻ってくるとうんあとここのメツルキの部分から4番で水素を3回引けばいいですよね これでパーツができてるんであとは1番で上の部分を右に1個、えー、とあと6番で下の部分を上に1個出せばいいですよねつまり6番と,、えー、と1番でそれぞれ前に1個出してで6サイクル目で一応ここでできてるんですよね こういう形で, <laughs> で。で4番で、四番ちょうど余ってるんで、4番で出荷と。 これで6サイクルに1個できたんで720サイクルでできました、まあ、ちょうど6636でちょうどぴったり収まって満足感がありますそれでは終わりますねご視聴ありがとうございました